あ、ほらやっぱり被り物だった。さて、あ、あ、え、出るぞ。本当の顔。うわ、うえ、え、ハスバルを私の魅力でメロメロにして、ひざまずかせてやる。まあ、頑張れ。フライパンで受け止めやがった。もう二度と私の目の前で大事なものの命を奪わせたりはしない。僕はもう逃げないよ。あなたは王として生きることを初めて自分の意思で選んだのね。お前が大魔王になれ。なんか、うん、ボコボコ言ってる。なんかある。わ、何、何、なんか始まる。え、あ、出た。ここか。何ここ。え、イルーシャここにさらわれたの。誰にだよ。え、なんか目みたいのあるよ、そこ。え、どうしよう。待って、あっちまず一回行っていい？イルーシャ待っててね。俺がもう命がけで助けるから。待ってね、一瞬だけ待ってて。あの、まずは向こうに飛べるようにしてから来るから待っててよ。怖っ。え、ずっとなんか音楽ない？なんか魔幻宮殿に似てない？違う、違うか。何ここ。え、なんかこう、え、ドルボードは乗れねえ。え、王座の間。え、他に行ける場所ないか。え、ここの場所？扉の向こうから何者かの気配がする。この先に進むと何が起こるか分か。大丈夫だな。いや、イルーシャを助けに行くのに迷ってる暇なんかねえ。行くぜ。イルーシャー、イルーシャ来たぞ。俺が助けに来たよ。イル、いた、イルーシャ。あ、え、大丈夫。え、ちょ、待って、大丈夫かこのイルーシャは。おっと、見てくれよイルーシャ。お前久々だな、ペペロゴーラ。ん、なんだお前かよ。俺と同じ感想を持ってる、あの目は。え、何、どうした。ん、なんだ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 。ん、ね、角あるけど。この前衛的なフォルム、前衛的な、前に突き進むぞ、飛び立つぞって大魔王らしい情熱がほとばしってるだろう。うん、昆虫感めっちゃ残、うん、あるけど、うんうん、そしてこの殺しても死ななそうな生命力あふれるカラーリング、それよくわかんないけど、大魔王って感じがするではないか。そうだな。ん、何の会話してんだ。うん、そうだね、うん、とっても大魔王って感じがする。うん、きっと喜んでくれるよ。え、何だ。え、何を二人でお前ら言ってんだよ。俺も中に入れろ。え、なんで。え、どうした、ユシカ。お前、まさか、これは、まさか、ユジュが、まさか、え、これ、あれじゃね、ドッキリか。ドッキリなのか、さては。ん、あ、予定帳。ん、何だ、なんだなんだ。おん、ふん、あ、来た。え、え、すっかり騙されたな。騙されて、その顔が見たかったんだ。え、何言ってんだ。え、何言ってんの。え、うん、どうした。驚かせて悪かったな。はい、ここは俺が大魔王になった時のために、うん、密かに作らせていた王城なんだ。え、お前ファラザードに飽き足らずこんなとこにも作ってたの。あ、てかファラザードの近くだもんな。ちょっと待って、よいしょ、よいしょ、よいしょ。うん、ゴダ神殿ではいろいろと理屈っぽいことも言ったが、うん、俺は
この魔界のために奔走してきたお前のことを、本当に大魔王たる器だと認めているんだ。マジか。いや、いろいろあったけどな。きっとナジーンがいたら、うわ、あいつも同意してくれたはずだ。いやー、ナジーンな。そっか、まあ、ずっと、まあ、ナジーンはそれ、まあ、俺がダイヤ魔王になるっていうことより、ユシカと俺が一緒に頑張るところを見たかったんだろうからな。うん、この城は大魔王になるお前への祝いの品だ。うん、受け取ってくれ。ありがとう。ん、あ、うわ、これよりヒューガ専用の城、うわ、大魔王城が城、え、嘘、大魔王城獲得した経験値、うわ、だいぶもらった。いや、本当に500倍ぐらいくれや。マジか、ありがとな。礼はいらんぞ。うん、いていて。これから魔界のためにキリキリ働いてもらうんだからな。覚悟しておけよ。ありがとう。でもなんかただじゃ終わらない気がするのは気のせい？なんか攻め込んでこない？さて、うん、立派な城も手に入れたことだし、そうだ、これでいつ大魔王になっても大丈夫だな。うん、いや大丈夫だけど、お前、ね、なんか今回のバージョンのボス出てきてないんだよまだ。うわー、おいおい、びっくりした。結構マジでビズ、芸術的な玉座も忘れるでないぞ。うん、あれ、あそこだけよこいつが作ったの。うん、仲良さそうだなおめえら。すげえな。あ、いるじゃん。うん、どうしたどうした。うん、あなたの戴冠式に間に合うように、うん、何日も寝ないでこの玉座を作ったらしいよ。マジか、ありがとな。でも、 もうちょいなんかこう違う感じの。何を言っている、うん、この程度俺様にかかればお手の物だ。貴様のためにそんな努力するはずないだろう。最後の方棒読みなんだよ。いや、ありがとな。もうなんか見直したわ。ただちょっと一つだけはして、お前、イリューシャと二人きりでさ、ないよ、それは。そりゃねえよ。そりゃさすがにねえよ。なあ、イリューシャ。これであとは、戴冠式を挙げるだけね。そうやな。楽しみだね。楽しみだね。いや、いろんな人来るんだから。ねえ。料理用意しようぜ、料理。あ、出た！ヒューコー。ヒューコー。その通気口、粘土で塞いだら顔出すかな、プハーって言ってね。来たな、ここか、俺の城。いやー、そっか、準備は整ったようだな。うん、ではこの大魔王城で戴冠式を執り行おうぞ。でも俺の民草いないんだよね。民がいない。え、どうしようね。民呼んでくる。民アストルティアから。え、ここなんか盛り上げてえな、俺の国にするんだとして。え、国できる？俺の国。え、城だけ？国は？国はないの？うん、うん、うん、うむ。いや、みんなフフって言ってたから、みんなうんとか言ってたから、俺もちょっと一緒に混ざりたくなっちゃった。こうしてヒューガの城で大魔王戴冠式が取り行われることになり、その知らせが魔界中に布告された。そして大魔王戴冠式の日がやってきた。これさ、やばいよ。アストルティアから来たらどうする。なんか俺に来る、ヘイトが俺に集まんじゃ。え、やだな、それはそれで。え、俺にヘイト集まんの？やめてよ。あ、モモだ。ヒューガさん、戴冠式の準備はもうバッチリ整ってますよ。あとはヒューガさん、いえ、大魔王様が王座の前に入る。俺たちの中じゃその大魔王とか言うんじゃねえよ。ヒューガって呼べ、ヒューゲって。ヒューゲじゃねえや。ふふふ、みんな王座の前でお待ちかねてますよ。頑張ってくださいね。わかった。え、なんかこれまたさ、着替えるシステムある？あ、6ゴールド。大魔王の控え室に6ゴールドなんかない？本なんもねえか。なんかさ、こういう本とかもさ、自分で書けるようになったら楽しいんだけどな。え、こいつ誰？こいつ誰？
ラベンデュ。あなたが大魔僧になる方ですか。さすが大層な気品に満ちていらっしゃいますね。こんな優秀そうな大魔王様ならもちろん分かっていらっしゃるとは思うんですけど。なんだ、え、何言われんの俺これから。ゼクレスの兵士はゼクレスの兵士とだけから組ませてくださいね。他国の連中となんか絶対一緒に行動して、はい出た、はい出ました、その差別もうやめろよお前ら。俺が大魔王になった暁にはもう秩序とか関係なしに、もうあれね、能力至上主義にするからな。もう資本主義にするよ俺。社会主義なんかクソくらいだ。あれ、アスバルの部屋あるんだ。ユシカの部屋、バレリアン、え、なんかみんなの部屋あるな。イルージャの部屋ある。あ、まだ行けないんだ。鉄子、俺の権限で開けろや。ダメか、ダメなのか。あれ、このさ、なんか奥にもない、なんか扉あるよこれ。なんだろう、この扉の先に何があるんだ。鍵かかって、大魔王権限よ、俺の城ぞ、開けろや。この先の玉座の間に入ると大魔王の戴冠式が始まるようだ。心の準備は大魔王になる。え、ちょっと待って、大魔王にふさわしい声で行こう。よし、行こう、行くぞ。イルージャ、イルージャ来たぞ。イルージャ、あ、そうだな、戴冠式だから俺ちょっとね、ちょっとイルージャに、あの、ちょっと今日指輪を用意して博愛の指輪、博愛の指輪持ってきたから俺。博愛主義者だから。博愛主義者がさ1対多数で多数選ぶわけねえよな。どっちも助けるよな、ごめんなさい。あー、みんないる。あのちっちゃいやつ名前忘れちゃった。あれ、なんかあんな、なんかあれ、尺みたいなのもらえる俺。大魔王の尺みたいなのあんのかな。やーべえ、大魔王様来ちゃったぜ。あー、こっちバルディスタか、あー、こっちゼクレスか。あれ、ファラザードはいないの。ファラザードの兵士はいねえのか。あー、リンベリもいる、ウルトロに、後ろのあれもやばい、忘れちゃった。ペトロの、あ、ペトロね、ペペラ、ペペロね。え、何これ、冠はわかるけど、もう一つなんだろう。我魔戦教は新たな大魔王として、はい、このものを選定せり、はい、その権能をもって戴冠の儀を行う。ありがとう、魔戦教。あ、やばいやばいやばい。結局、なんか魔戦教の声聞くと魔戦教の声に引っ張れちゃう。ごめんね、魔戦教ヒューコ。我ら魔界に生きる者の心は、大魔王のもとに一つとなり、大明へと向かわん。はい。皆ことごとく、これなるを祝福せよ。祝福か。やばいなぁ。ちょっと、なんか、あー、いるいるな、みんな。うわ、なんかやだ、やばいやばいやばい。あー、そっか、これ何、あ、これ印鑑だっけ。あ、そっか、印鑑だ。俺どんどん署名しないといけないのやばいな、なぜかトランプの署名式を思い出しちゃうオーライって言ってるやつね。あー、これか、この冠か。そなたはこれで大魔王となった。うわ。どうか魔界を導いていってくれ。ヒューコも手伝ってくれよ、ちゃんと。ごめんな、俺のせいで。でも俺のせいでさ、ヒューコに呪いかけちゃったっていうのもあるけど。え、なんだなんだなんだ。え、何？何？え、いきなり。たとえこの先。え？何が起ころうとも。何？ちょっと待って、なんで俺にかぶせる予定の王冠を一回落とした。は？え、ねえ、やっぱ戦うんじゃないの。おい、ヒューコと戦う気がしてたんだけど。嘘だ。闇の根源よりいずるじゃれ、魔将魂よ、今こそその姿を現したまえ。何やってんのお前は。え、嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘は？お前何やろうとしてんの、
おお、ありがとうバレリア。なに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 、え、なにやは、いきなり何やってんの。これはどういうことだ、マセンキョウ。お前何やってんの。え、かつて遥か遠き神話の時代、お前操られてるだろ。魔界はアストルティアの一部であった。え、そうなの。これが昔の。しかしある時、うん、大いなる闇の根源、うん、ジャゴヌバと呼ばれる存在が現れ、大地を魔性で侵食していった。はあ、ジャゴヌバって名前は聞いたことあるな。あのレベル解放の時に聞いた。魔性の変異させる力はあまりに危険、うん、そこで女神ルティアナはジャゴヌバごと汚された地をアストルティアから切り離した。なんか懐かしい名前だな、ルティアナ。そうだよな、バージョン3の時に結構ここら辺の話で出てたんだよな。すなわちこの魔界は世界の創造主から見限られ捨てられた大地なのだ。うわ、そういうことになっちゃうのか。でもそれは違うって言いそうで。魔界に残された者たちは死に絶えるか、魔物や魔族となって環境に適応し、過酷な世界を生き延びていくしかなかった。うわ、そうなんだ。うわー、これで魔族になったんだ。見捨てられた者たちの絶望と無念が満ちている。ああ、うわあ、そうなんだな。神話時代の記憶はもはや失われたが、うん、魔界の民の魂には自分たちを見捨てたアストルティアへの憎悪の炎が宿っている。じゃあ、あれじゃん、今までの大魔王の信仰とかってさ、同族殺しか。つまりはもともと同族なわけだもんな。その炎が大魔王という象徴のもとに結集し、アストルティアへの侵略を繰り返す。それが魔界の歴史なのだ。それを断ち切んないと何も解決しないじゃん。そんな、魔界がアストルティアから切り捨てられた大地だなんて。へえ。うわ、新たなる大魔王よ、うん、果たしてそなたにこの怨念の連鎖を断ち切ることができるかな。うわ、そういう話になってくんのか。断ち切るしかねえだろ。あと、お前何なんだよ。嘘、ヒューコー絶対に操られてんじゃん、闇の根源に。うわ、ねえ、ちょっと待ってよ。せっかく再会できたのにこりゃねえだろ。うわうわ、ちょっと待って、魔性の壁が。待って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 、うわ、みんな飲まれてんじゃん。え、ヒューコマジで。魔戦長のやつめ、一体何を考えてやがるんだ。何考えてんだよ。絶対に操られてるよ。嘘でしょ。ユシカ、わめくのは後にしろ。うん、魔戦教の思惑だと知ったことではないが、今はこいつらを倒すのが先だ。そうだな。いや、いっぱい死んじゃったよ今ので。あ、いるじゃん。ちょっと、あ、ペペラ。
うわ、ありがとう。うすげえな。あいつ強え。やばい、ペペロとイルージャちょっと、いや、今だけだがな。スタートで絶対に俺がそのフラグを直しに行く。うわー、でも魔王が集まっててよかったな。とりあえず外は大丈夫だな。ただ内側だよな。あ、やべえやべえやべえ。これはキリがないな。いやーちょっと、でももうヒューコはどっか行っちゃったのか。やばい、内側でも倒さないと。はい、魔将魂とやらは私が何とかする。うん、お前はユシカと一緒にその親玉を倒せ。わかった。そうだよな、じゃないともうほんとキリないもんな。お前も大魔王になった途端災難だな。災難だよ。それじゃ行くぜ。災難ってもんじゃねえよ。いや、妹が操られてんだぞ。え、どうすんだよ。強いでいくけど。そうか、こいつが、うわ、魔将魂グイネーロ。やっちゃってんな。待ってよ、ブレードガード。待って、来る。不織布じゃねえや。不織布でどうすんだ。なんで不織布って言葉出た。あ、やばい、もうやめろ、本当にやめろ。俺の攻めのターンを消すなや。あーもう怒っちゃった。やばい、俺が怒ると怖いって知らねえんだお前。知らないんだな。見せてやるよお前に、俺の真の恐ろしさを。行くぜ、おらよおら。攻撃力上げ忘れてた、シュパーキルト。よし、いいぜいいぜ、ナイス。闇の耐性下げる率高くない？あ、やったー。そんなに苦労しなかった。13万ナイス、ありがとう。5分かかった。そんなに苦労しなかったっていう割には、まあ時間はかかったけど割と大丈夫だったな。バトマスの方が良かったかな。まあとりあえず倒したぜ。ね、ヒューコーお前大丈夫かよ。うん、俺も結構息上がってるけど。みんな大丈夫か？俺割と大丈夫、割と大丈夫。あ、大丈夫か。あ、リンビリ、お前お前今ちょっとニヤッとしてただろ。うわ、大丈夫かよ。結構やられたやつら多かっただろ。え、ペロ大丈夫か。うん、とりあえずなんとかなったな。私は大丈夫よ。うん、バレリアさんが守ってくれたから。ありがとう。いや、なんか魔界のみんなが一つになったな。うん、大魔将棋が近づいているこのタイミングで、うん、魔戦共鳴わけのわからないこと。たく頭が痛いぜ。なんであんなことしたんだ。魔界とアストルティアの怨念の連鎖を断ち切れとはな。うん、簡単に言ってくれる。でも俺は中立な立場で言いたいから。しっかりと。大魔将棋が来れば魔界全土がただでは済まないだろう。うん、今は僕らもいがみ合っている場合じゃない。そうだな。でもどうしようかな。その通りだ。うん、今は大魔王の下で俺たち魔族が一つになって、うん、大魔将棋に立ち向かわないとな。わかった。この大魔将棋だ。大魔将棋が終わったら私はこのくだらん慣れ合いから抜けるぞ。なんで、いいじゃん、仲良くしようぜ。だがそれまでは力を貸してやる。それまでにお前を、お前と仲良くなってやる。ああ、うん、心強いぜ。心強いな、バレリアが一緒にいるってのは。ただやべえな、これどうすんだ。結構みんなやられちゃったぞ。いや、これな。あ、でもよ、いや、すげえな、ちゃんとみんな助け合ってんのがすげえな。すげえな。違う国の兵士だけど。君のおかげで魔界の三国がついにまとまることができた。うん、ここまで長い道のりだったね。いや、ほんとそうだよな。いや、みんなよく頑張ったよ、うん、ここまで。初っ端からえらい目にあったな。そうだな。とても祝うような空気じゃなくなっちまったけど。なんか走り出してるよ。どうしたの。ひとまず、大魔王就任おめでとう。ありがとう。これからもよろしく頼むぜ。待って、イルシャもどこ行った。大魔王様。はい、任しときな。ねえ、あ、そうだよ、この王冠。あ、
あそこに飾るのは俺が頭につけないんだ。そっか、飾るだけで。あーそっか、でもこれをつけろってことが今どうなんだろう。てか乗っ取られたんだろうな、あの俺につけようとした瞬間にヒューコは。うわみんな、うわすげえな、肩貸してるよ。うわなんかこの光景すげえな、あうわすげえな、いやすごいな、みんなが一つになったんだな。そっか、いやすごいね、こうやって魔王同士で話し合ってんだもんな。うわまあとりあえずは平和になったんだな。あっと久々だね、あれこれ王家の迷宮じゃね、ん開かれたな、あれちょっと嫌な予感しかしないんだけど、何そのビリビリって、なんかちょっと待って2になってない、なんかアンルシアが2になってる気がする、なんか2の稲妻、ちょっと怖い怖い、やめてやめてください。ではあと俺が上げた衣装はどこ、え俺の上げた衣装は、強くなった私をどうか見守っていて、あの俺が上げた衣装はどこにあったの、嘘あれあの俺の上げた衣装は捨てた、誰だ、俺が俺のあげたい、ん？え？なんかイルシャっぽさない、イルシャっぽさない、反対だ、髪が反対だ、そして凛々しい、かわいい、勇者か、次回勇者復活、鳥肌立ったけど、ちょっと嫌な予感しかしない、嫌な予感しかしない、違う、俺は大魔王じゃない俺は大魔王じゃねえんだ、やめて、嘘、怖っ、いや俺刺されんじゃないの、俺あれじゃああれか、このストーリー的には俺アストルティアに一回も帰ってないってことになってんのかな、そういうことか、新しいクエストリストなんかもうやばいな、最近クエスト全然やってないからさ、そうだね、魔族になってくか、そしたら、うん、はいはい、まあとりあえず魔族にこのままなってみる後で、はい、ってことで、いやーちょっと、いやアンルシアやばいな、え、どうしよう、俺刺される俺刺されそうだな、こうするしかないのって言われて俺刺されそうな気がする、キルル手振らないで、バイバイじゃないからな、お前バイバイしてんじゃねえよ、バイバイじゃねえっつってんだよお前、やめろ、そんなことしてこうやって、はい、ということでじゃあご視聴ありがとうございました、で多分このままバージョン 5.3 続きからやっていくので、うん多分このままだね、ほんとステータスもこのままやっていくから、よろしくお願いします、さあご視聴ありがとうございました、また次回お願いします、あとよければチャンネル登録、高評価や高評価、ツイッターのフォローもお願いします、そんじゃバイビー、マジで怖いな。